いやどうもどうも、想定なでてか協会です。よろしくお願いします。毎年ありがとうございます。いやちょっとじゃあ今日はサンバとは何なのかと。サンバっつったらやっぱダンサーの女の人がもうこういうセクシーな格好で踊ってるしがちなんですけども、実はもう見てわかるように楽器隊がいなければ何も始まらんですよ、本当に。じゃあまずはもちろんダンサーの方々も見てほしいんですけども、まずはダンス、バテリアっていう、 こういう楽器隊を、バテリアというのですが、このバテリアの楽器紹介から始めていこうかなと思います。じゃあまず、実は、8種類の楽器から構成されてまして、うちのサークルは。じゃあまず、そうですね、クイカという楽器があるのでよろしくお願いします。クイカ、クイカという楽器をやらせていただいてます。クイカというのはこのバケツのような楽器なんですけど、このように中に竹串が入っていて、この竹串を布で擦ることで音が出るようになっています。ありがとうございます。こういうなんかまあサンバっぽいですよね、ちょっとこうあんま日本にはないような楽器ですけど、じゃあまあこの前の列が、実はちょっとさっき言うの忘れてたんですけど、この前の列が小物、ちっちゃい楽器なので小物楽器って言って、後ろの楽器をまあ大きいこういうストラップつけて、スティック使って叩くような楽器なんで大物楽器と呼ぶんですけど、じゃあ次小物楽器の次でアゴゴという楽器なので、アゴゴよろしくお願いします。アゴゴはただの鉄の塊なんですけど、唯一サンバ楽器で音階がある楽器です。ありがとうございます。こういうね、音階のある楽器なんですけども、じゃあまだ小物楽器3つあるんで、ちょっと、どんどんいきます。じゃあ次、ショカーリョという楽器でよろしくお願いします。こんにちは。ショカーリョというのは、その板の上にこの丸いジングルというね、鉄をつけて振る楽器なんですけども、まあずっとダガシカダガシカというパターンをつけてずっと振る楽器でございます。ではお願いします。はい、うまいですね、彼は。すごいうまいですよ、これは。じゃあ次なんですけど、自分が持ってるこうタンボリンという楽器をやらせていただきます。ちょっとじゃあこうタンボリンなんですけど、まあ、タンバリンではなく、まあ、タンボリンなんですけども、実はすごいこんなちっちゃいんですけど半端ない音が出るんですよ、大きい音が。じゃあちょっとまあ聞いていただくのが早いんで、やらせてもらいます。ありがとうございます。じゃあ次、小物楽器の、あれ全部言ったっけ、小物楽器。あ、すいません、全部言ったね、小物楽器は。じゃあ次、大物楽器もサンバっぽいやつらですね。じゃあ、会社よろしくお願いします。はい、どうも会社。はい、どうも会社です。会社じゃなくて会社です。この会社って楽器は2つのバチを使ってやります。サンバの血液と呼ばれてて大事な楽器なので聞いてください。は
ありがとうございます。こうやって大人数で揃えてやる楽器ですね。マーチングバンドみたいな感じですね。じゃあ次はサンバの王様というヘピーキー、あ、ごめん、さっき言っちゃった。ヘピーキーという楽器、よろしくお願いします。あのヘピーキという楽器で、さっきお話にもあったけど、サンバの王様と言われてて、キングオブと言われてます。でこれ、右手がバチで、左手で思いっきり叩くんですけど、そういう楽器です。結構自由にね、遊べる楽器なんですよ。自分の感じでアレンジしてやれる楽器なんで、すごくかっこいいんですよ。で最後の楽器、鋭、もうまさにサンバみたいな大きい楽器ですね。はい、どうもこんにちは。これ鋭って、実はこの楽器サンバになくてはならないもので、まあ、人体で言ったら心臓で、まあポンプって言われてるやつなんですけど、ちょっと音が違うんですよね、これちょっと。って感じで3段階やって、まあ、聞いてみれば、じゃあよろしくお願いします。これがうちらがやってるサンバの楽器体すべてなんですけど、まあ、もちろん皆さんが期待してるのはやっぱダンサーの皆さんだと思うんですよね。でもちょっとやっぱダンサーって言ったら、やっぱでも音がないと踊れないので、とりあえずでもこれからみんなで演奏してダンサーも踊っていただくので、まあ、まず見てほしいところはやっぱり、なんといってもやっぱこう日本のダンスとどう違うのか、どういうステップを踏んでるのか、どういう手振りなのかみたいな、もう全然違うので、そこ見ていただきたいです。じゃあ。